さて今回もイービルバンクマネージャーやっていきましょう。さあ今32ターンでそろそろねこの連邦準備制度のオークションが始まると。 FRB じゃないんだね。これが多分来ると思うんで現金を増やしておかないとね。資産が9万近くあって現金が5000なのでお金に変えておかないといけないか。で前回はねマイルランドが発展して今アイルランド内で資産が7万あります。こんな感じで東アイルランドに鉄と木とあって西アイルランドには、大きな鉄の鉱山とコテージ、まあ、不動産があってあとは東アイルランドもコテージがあるか。でウェセックスにはねもうとてつもなくでかい不動産があって3万の価値を持っていて一旦2400生み出してるんでウェセックス重要です。イングランドの方でね。で今回はね本社あげようと思うんで新しく地域を増やしたいからアイルランドが戦争するかどっか参戦するか探してこよう。戦争で見るか。今回の目標としてはあここだ、リボニア騎士団に入りましょう。行かして。リボニアはここだね。エストニアかな。これはエストニア、リトアニアか。リトアニアと戦争していて場所がエストニアと IT の住んだ国ですね。 IT 大国対リトアニアと。でこのねニュートン多分これドイツ騎士団だと思うんですけどこれもね入りたいなと思うんで2万2万でやれて、これ負けると滅んじゃうんですが、あドイツ騎士団入ってますね。ちょっと売るか。どんくらいあればいける？ 1 万5000か。まず先に武器売ってくるか。武器を売って3000。そうだこのね今ある各タイプのタスクでガードを使うっていうのがここなんですよね。このガードの仕事で例えばこれを使えば今5000ありますけど政治的な影響を得たり真ん中であれば資源を得たり下ならね競合する銀行の資産を多分減らすのかなと。ビヨン銀行、ベルクリス、ハンザ銀、同盟銀行とかね。これ使っちゃうか。キーゲットしてこの木からね玉ねぎを召喚するわけですよ。この労働力足りないんでクロスボウにします。玉ねぎ無理でしたね。でさらにそれを持っていくとズンバギルよこれ。この時点でもう1万7000と勝ってますが止まりませんね我々は。さすがに家売るのはどうかなって思うんで一旦木売るか。で2万3000でこの状態でこう買います。オーダーオブリボニアだと思うんですがリボニア騎士団参戦しましょう。これでさらに金を入れるとちょっとお金なくなっちゃうから1400。穀物か不動産ならねもっと考えましたが、で上げれるんでまあターン進めよう。よし戦果まあ上げますね。で先にあげるのは投資かな。投資武器あげよう。ちょっとお金やばいわ。ここであげると武器であれば労働力が増えるんで今ないかもしんないからね、うん、ちょっと減ってるんでどうにかして。で警備員のこれやりたいから恐怖をもっとね獲得して例えば鉄をゲットするとかできるのでそこも進めようと。でスパイをこうリボネに打ちますね。あでもアイルランドも良くないかなんか低い方にこうかけていくと大体戦争ができる800くらいかな。キープしよう。で戦争中ですがまあそれはいいかな。勝ってるでしょ。1万8000対1万1000なんでね、まあ、ここにも影響を持ちます。まあリスク分散になるかな、まあ、銀行といえばねいろんなところに融資をしてリスクを分散するように我々いろんな国にね投資すると
アイルランドであればね、まあ、どこで戦争が起きてもどれか止まっちゃうんで、それさらに細かく分散していこうと。買うもの、お、これいいけど4000か。ハルバード売りに行こう。これいいや全部ここにいろ。いや、これ1000しか残んないのは怖いな。ちょっとやめときますか。まあ、なので、これ上げときますね。で、ポイントとしてはスパイ活動あるんで、警備員の恐怖を上げようと思うから、ここ入れますか。こいつ解雇したいね。これから専門家よ。宮田さんお願いね。中野宮田。どっちが苗字おいおいおい、返しやがれ。拾う、これわかんないんだよね。回復がお金の回復だとして、拾うは不動産とかじゃないのかな。この辺の説明がわかんないんですけど、不利なことはないと思うんですよ。拾い続けよ。わからないが、こう正解の命令ね、賭けです。まあ、キーな、これめっちゃ欲しい。ひたすらここに入れようか。日本が、ね、あれば日本に加担するというのはね、ずっと続けていて、ベトナムありますね。明のね、こう膨張止めようというある種の抵抗をしているんですが、お、ここすごい。ニューオーダーバンク、銀行ジロ、ライオンハートバンク。明なんかすごくない？ライオンハートバンクってなんかすごいイングランド的な、ヨーロッパ的な名前ですけど、これすごいな。めっちゃ邪魔したいな。いや、これダイレクトでお金入れるしかないか、勝とうと思えば。3ターン残ってんなら入れるね。ちょっと次のターンも入れちゃいます。その上で投資はあれか、お金を入れるだけか。で、ちょっと他の銀行に貸したりもしてみたいけど、高いな、コスト。あ、出た、ライオンハートバンク。どこのなんだろうね。統計で見えるか。アイアン銀行、ユニオンバンク。例えば、ないか。フランスって銀行っていうこの名称あんま使わないんですよ。信用とか使うと思うんですけど、まあ、この時代まだないか。フランスの銀行を潰したいですよね。うちのランク低すぎないかこの差がすごい。テンプル銀行とヴィッセルバンク。まあ今はね、投資かな。ないんで貸すか。貸し付けあげたいな。あ、そっか、これ残っててさっき回収したんで、じゃああげますか。あげた上でここの貸し付け金額あげたいんで、まあ9でもいいかな。6は後で買えるとして、これで5200貸し付けができるよと。1万5000か。まあ資産的には10万あるんで多分大丈夫かな。よし、来た。ミンベトナムに。リボニア、待って、増えてる。おいおいおい、待ってくれ待ってくれ、ちょっと待ってくれよ。これは払うか。ちょっと入れたしね。2000、3000か。武器もないよ次は、リトアニアのクロニアと、リボニア、さっき買ってエストニアからリボニア、リボニアを取り返したリボニア騎士団がクロニア、まあ、リトアニアのクロニアと戦争始まったと。あ、でもリが入ってくれてる、ありがてえ。3ターンあるのか。とりあえずお金最低額で入れてみよう。毛皮か、いらないな別に1300、まあ、一応入れとくか。これって、ね、毎回、あ、刻んで入れてくんだね。勝つ分だけ入れとこう。まあ、全部毛皮です。最初は毛皮なのでそうなっちゃいましたね。投資しましょう。国も、あ、これか、いや、安すぎるな。彫刻、産業発展してんのかな。なんか見たことないものが増えましたね。高級品か、なんかあります。
ちょっと待って、インダストリーブーム、あー工業とかの発展によってこの労働力が足りないから、労働力、お金を使って労働力を移動させるというね、まあ、いわば奴隷ですよまあ子供が働いてない分まだいいんでしょうけど、まあ、この労働力がね発展して、まあ、生産化が発展して大規模産業が生まれるとね、銀行の役割が増えてくるんで、そこでがっつり稼げると。足りるのかな、まず線があるよ絶対足りるでしょ。あとはちょっと脅してみるか。この各行動しないといけないんで、まあ一番下かな、やるならどっか落とすか。普通にこの鉄欲しいけどね、7000使ってあげましょう。佐々木さんちょっとね解雇かな。もう一回、あ結構あれか、銃とかでも高いのかな。専門家でもそんな上がんないですね。結構お金かかるんでやりたくないですけど。でクレジットで一応ね、この金利 5% くらいを目処に貸していこうと。微妙だな、これ一旦だもんね。やっぱ中央銀行とかのね標準金利見てると 5% くらいがね一番いいと思うんで、安定してるときはね、そこくらいで貸し続けよう。下回ったら貸さないかな。 6.2 とかいいね。2ターンいいですね。最高じゃないですか。年利なのかな。まあちょっと投資から見ようか。あ、金、お金です。トパーズ、トパーズか、いいな。トパーズは産業だよね。あトパーズもいいな。どうしよう、高級品いいな。こっちかな。光物には弱いですね。ギリギリだね。お届けして、あと12ターンか。まあ、仲良くなっといて。戦争起こせるけどお金かかるんですよね。だから勝手に起きるのを待つのがいいんで、やっぱそれこそいろんな国に投資するのがいいのかなと。スパイも上げときますか。1200だとちょっと貸すと怖いかな。あ、彫刻安いね。ちょっと売っちゃう不動産売っちゃう。なんか農業はこの2つか。これ売っちゃいますね。農業いらないんで正直。穀物というか、なんか違う国で香辛料とか、まあ、それこそヨーロッパ外ですよ。でできたらいいんですけど、そういうのないもんね。そういう、なんだろう、植民地系しらす頃にヨーロッパ一気に反映すると思うんですけど、まだ金の略奪とかなんじゃないかな。オランダとかね、植民地系乗り出す時期がそろそろだと思うんですけど。トパーズ安か、トパーズはまだか。これ安いね、売っちゃおうすぐ売っちゃうね。で貸します。ここですね。さあ他の銀行にお金を貸すことは非常に有益です。有益、利益に加えて支払いが危機、支払いと危機が同時に起こり、協議者が破産宣告される可能性も常にあるよと。いいね、銀行に貸して破産させるのか、いいな。あと一旦だね。まあ勝ちますよ。投資、あ本もありますね。いやでも高いな。怪我はすごい、なんか値段が乖離してますね。1000、あ700か、そうでもなかったね。これ上げたらなんか変わるんですかね。本社4なので、次はあと3か、戦争とあと1カ国どっか取ってくるかみたいなことですね。東アイルランドの産業発展とかさせようかな。スパイ活動のこれね、7600か。リボニアだと8000、あリボニア高いんですね。
や、この所得か、これが上がるとこに投じればいいんだね。安いな。でも不動産が一番でかいと思うんですよ。ウェセックスにやったらほら600いますからね。一旦入れとっか。で、恐怖よ恐怖。4000あるんで一旦銀行にかけてみましょうか。サファイアか。これももらって売るだけですよね。これを使ってハンザ同盟銀行ベルクリス、これやってみよう。減ったのかな多分減ったんでしょうね。4000か。これ買っとくか。よし、めちゃくちゃお金増えましたね。労働力余り続けてるんで、もっと産業ですね、我々でいうところの鉄道企業買いたいなと。さあ戦争終わって、リボニア騎士団ね、我々の多大なる貢献によってね、リボニア支店ができまして、ここのまあどこだろうな、東中央ヨーロッパでもないか、ほぼ東欧みたいな位置に支店ができましたね。北欧と東欧と、どっかこの辺のね複雑な地域にも欲しいなって思うんですけど。2万か。ロレーヌ、あ、いいね、ロレーヌ地方か。フランスとドイツの狭間くらいですか。戦争してるしね。どこと、ネイバーズの軍ネイバーズ軍と戦争中ね。ロレーヌは、あ、結構高いね。地方税安いか。産業はすごくいいんじゃないですか。これいっちゃうか。まず不動産売ろう。まずは先ほどの毛皮と売って、こっちかな。でトパーズ売ってで農地は一応取っとくか。戦争があった時に教えてくれるん でまずこの地点で買えると。ライセンスから発行してもらって、これ3ライセンスね。バンカートップ20か。入りましたね。ロレーヌに武器を売ると。で、この武器を使っ、武器で得た利益を使って、まず最低金額。家来た。よし。2000残すか。5200なんで3200。よしよし、3つ目の地域、そしてねまだありますから、トパーズと。よし、最高の値段ですね今は。で彫刻も売れよ。 0.34 って何、彫刻のかけらがあるのかな。全部売ってで3000ね。83買いますね。お金も貸してないからちょっとやめとこう。 OKOK。 今ロレーヌが不動産があるんで、これからね魔法を使っていきましょう。売るでしょ。でもある分だけこう入れていくと。で投資を見てと。西アイルランドの不動産欲しいですが、ちょっとお金的に厳しいかな。変えてここかな。ギリギリで行きたくないよね。マルチあるんでちょっとここはキープしましょう。お、来た来た来た。よしよし、今いい感じよ。自分のいるところで戦争が起きてるんで。さあこれはイングランドと東、イングランドとアイルランド戦争で、ノーサンブリアと東アイルランドと。ノーサンブリアはここだね。まあイングランド北部になるのかな。スコットランドとの中間だね。
スコットランドのコーチがイングランドなんで、今のうちにスコットランドが行ってくれたらね、最悪貸しなんかね、この銀行が両者について旨味だけ持っていくみたいなできるんですが、5000からかで、ジェネラル銀行入ってますね。一般銀行なのかな。東アイルランドってさ、もう金入れらんないんじゃないかな。あ、結構入るわ。よし、じゃあ、あ、家来た、よし、いいよ、入れてあげよう。これで2万1000ね。結構もうターン済んじゃったか。これ価値格ですね。今、所有物が10万あります。ちょっと武器だけ売りますかね。鉄が最近増えてないから、戦争で鉄ゲットできたらいいんだけど。脅し、いきますか、脅し。最後、これですね。このお金のやついきたいな。もう一旦待って、あればいいんですけど。そしたら、このタスクが終わって、オドシーがもらえますね。いらないんですけども、オドシーに行きましょう。あ、そうか、ここで増えたか。ロレーヌもちょっと使っといて、ロレーヌ地方リボニア騎士のアイルランドと歴史的にはね、そんなに名を馳せないというか、そういうやつらに投資しています。やっぱね、資産家が歴史を作りますから、そういう意味で言うと正しい歴史をね、作っていこうと。左はこの影響が多めにあるのか。お金でしょ。で、脅しをもらって、次はガバナンスのスキルを使う。ガバナンスのスキル、革命じゃないと思うんですけど、このスパイ活動部門で、あー、この辺かな。ここら辺かな、ガバナンスって。戦争コストか、競合他社の財産を失わせるとか、あとは、競合他社の銀行の活動を停止するとか。まあ、これはね、どっちかっていうと、まあ、フランスとかでかいとこで銀行がある場所でやるようなことなんじゃないかなと。よし、投資しよう。いや、増えましたね。鉄かな。ひたすらハルバード売っていこうという作戦ね。めっちゃ仕事あるんで、もっと資源欲しいな。買うか、最悪。買ってなんか利益になってる気はしないんですよね。金貸ししますか、久々に。 5.8 の3はいいかな。これやります。さあ、戦争を見て、あ、日本やってますね。勝ってるか。日本とはね、ごひいきにしたいんで、負けてる場合は絶対参戦と。いや、スウェーデン入ってあげたいな。結構でかいか。ロシアに負け続けてると思うんですよ、スウェーデンは。リボニア3カ国のロレーヌが2カ国と。2地域ですかね、どっちかっていうと。順調も順調ですね。鉄は無理か。ちょっと不動産見よう。センス、あ、この家賃がないのか、でかいな。もっと分散しないと。リボニアにも不動産欲しいね。あ、ちょっと怪我を売るか。まあ、高めじゃないですか。安いな、売っちゃおう、もう。怪我売っちゃおう。怪我の時代来ないです、これからも。その分リボニアで不動産かな。リボニア不動産購入して3000か。まあ結構うちが加担するとこはお金がいるんでキープして。よしよし、収入でかいね。5000。そう、だいぶね、いろいろ増えてしまいました。消費が、地方税とか払ってるんでしょうが、今こんな感じでね、アイルランド、リボニア騎士団、ロレーヌと持っていて、アイルランドで7万持っていて、リボニアでは1万、ロレーヌでは8000と、不動産1個と、
農業と不動産。でもここでかくてね、鉄とつか木がないもんね今ね。こんな感じで持っているよと。で今回まあ来なかったですけど、オークションですね、中央銀行かそれが目標だと思うんですけど、やっぱりね中央銀行はなるかもしんないけどね、警察と一緒で仕事しないのが一番いいと思うんですよね。中央銀行はやっぱ中央銀行が目立つときは景気が悪いときなんで、そういう意味で言うとなんか動かない中央銀行みたいなね、イングランド銀行的な安定感を持たしたいですね。さっきなんかトップ20出てなかった？あ、抜かれちゃったのか。でもこれ余裕で抜けそうだね。だって前々回3万で今回の初め8万だったんで、だいたいそう 1.5 から2倍くらいのペースで増えていると。これすごいな、この銀行名見てもねどこかわかんないですもんね。ユニオンバンク銀行、このアイアン銀行すごくない？なんか鉄をめっちゃ持ってんのかな鉄の覇者みたいな。地域数だってさ7ですよこれ。1カ国で圧倒的なシェア持ってんのか。てかそれでも中央銀行みたいなもんですよね。で1万5000で今落ちていくと、だこれが上がってきて淘汰されていくんで、まだ淘汰されてないんだねきっと。どっか潰すわけか。だここで例えばさっきね一度やったこの資産削るやつかを使った後に見てみればわかるか。だ今にも落ちそうなやつに使えばね落ちていくと面白いな。まあ、とりあえずねここにしましょう。